はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、リクエストをいただきましてですね、サーチ&デストロイに行ってください。クラスはどんなものでもいいです。というね、リクエストをいただきましたので、今回は、初めてですね、BO3 で初めてサーチ&デストロイやっていきたいと思います。今回のクラス、まあ、武器は、まあ、安定のクーダで、ちょっと初めてなのでよくわからないから、まあ、昔から強いと言われてるね、このクーダ先輩と、第6巻にゴースト、ハードワイヤーにブラストサプレッサーで、サーチ&デストロイ行っていきたいと思います。本当に初見なんで、初見というかね、初めてするので、どうなるかは本当にわかりません。温かく見守ってください。おっと。これは入れるか？お、入れたけど、これは。嫌な感じしかしないね。サーチ&デストロイ。さあ、やっていきましょう。今回はクーダ先輩ですね。ただ敵さんにね、嫌な予感がするね。これはね、パーティーというね。これ大丈夫かな？すーごく心の底奥深くから不安ではございますが、ちょっとやっていきましょう。サーチ&デストロイは死んだら復活できないので、ちょっと、怖いかなーって感じです。味方さんが見ていらっしゃるので大丈夫として。さあ、どうだ？どこだあれは。どこなんだ。ああ、やばい、怖っ。サーチ&デストロイ、怖え。こんな怖いのか。味方さんが1名死亡。敵さんも1名。いい感じですね。よくわかんないぞ、僕は。大丈夫か。いらっしゃる感じはしないか。ただ、敵さんパーティーなんですよね。オッケー、あ、ぶんの、あ、こっちいらっしゃるねー。ちょ、こっち来てくれんか。味方さん、こっち来てくれんのいいか。嫌な予感しかせんのじゃ。後ろから回られないかな。大丈夫か。怖いですねー。はい。やばいぞ。一応1キルはしてるけど。どうだ。おっと、味方さんがやられる。これは予定外というか、予想外というか。B に行きそうですね、敵さん。マジか、今見えた。危ねえと思った。くそ。危ないと思ったんだよな、これが。そこいますよ。ナイスです。さあ、どうなる。あー、まあ、パーティーさん相手にはなかなかいい感じなんではないでしょうか。それでは再度交代とやっていきましょう。今回はこっちが爆弾設置係ですね。さあ、どうする。味方さんが取るのか。取りましたね。ナイスです。怖いので撤退。いますかね。これはいますかね。いますねー。これは、ちょっと味方さんとこっち行こうかな。さあ、どうだ。いる！いる！いらっしゃいますよ、味方さん。そこ、いらっしゃいますよ。さあ、どうだ。めっちゃ飛んでるね。こっちは危ないかな。こっちは危ないかな。おっと、味方さんが1キルして、敵さんも1キルされてますね。さあ、どうだ。ん、怖い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 。味方さんナイス。おお、味方さんナイス。いいですね。これは怖いですね。さあ、どうだ。ナイスです。バースト銃ですね、あれは。やばいと、味方さんが強いと。オッケー、いけたー。静かになっちゃったけど。あ、味方さんがナイスすぎましたね、今回は。ありがたい。怖えー。死んだら復活できないっていうのがまた怖い。
もうあと一発食らったら死ぬね、これね。いやー、怖かったなー。味方さん、ナイスプレイすぎます。オッケー、再度交代。いや、まあサーチャンドデスルも楽しいのは楽しいですね。ただ、怖いですけども。怖すぎる。味方さん、クーダー持ってますね、その背中。どうだって来ないよ。すごい仕掛け方だ。それはえげつない。お、敵さん1名カット。ナイスです。そこいらっしゃいますね。さあ、どうだ、そこ、大丈夫なのかな、味方さん。第6巻つけてるから近くにいたら反応するはず。怖いですね、はい。お、味方さんが1名カット。ナイスですね。あれ、なんだろう。おーっと、砂戦していらっしゃる。砂戦いらっしゃる方がいる。どこだ、後ろ回られたりしてないか、まあ、してはいないでしょう。してはいないでしょうけど、おっと、ブラスターの音が。どこだ、どう来る。一応ね、いきなり目の前に来た時のためにリッパーは準備してあるんですけど、なるほど、そちらに1名。怖いですね、味方さんが。やばい、ナイスすぎる。いましたね、味方さん。あとよろ。あー、ナイスです。今のは自分でもいい仕事したのではないでしょうか。自分でそんなこと言っちゃっていいのかって感じだけど。いや、味方さんナイスですわ。まあ一応ね、おとりになったということで、まあ活躍したということにしておいてください。さて、再度交代。次は、爆弾ですね。 OK、 これは味方さんが取るですよね。 OK、 さて、味方さんが砂戦してくれる。お、味方さんが救援物資と UAV 早くね。あっちいましたね。オッケー、ワンダウン。で、今のでちょっと近くにいるっていうのがバレましたね、はい。バレてますね、はい。こっち側から行こう。どうだ、どうだ、できたんよ。オッケー、いいとこだけもらっていくパターン。いいのか、これで。いいとこだけもらってったな、ほんと。で、ここで音がして、おー、こっちですか、あー、なるほどね、って感じでね、ポーンって。今、ほんといいとこだけもらってったな。あー、ドキドキ。すっごい心臓ドキドキしてる。大勢の人の前でね、スピーチするような感じですわ。怖え。おっと、味方さん申し訳ない。味方さん何してる。なるほど、いいですね。ちょっと今回 B の方はあんまり行ってないので B の方行ってみますか。ヘルストーム接近。ヘルストーム。オッケー、ホームが設置された。リッパーマン。くそ、速攻か。なるほど、速攻か。一入賞してんでいくか。おっと、そこいますね。いらっしゃいますよ、そこ。ナイスです、いいですね。他の方はそこいらっしゃいますよ。解除危ないのではないでしょうか。いや、いけますね、これ。ナイスです。オッケー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 。まあいい感じだったということで。まあ一応3位には入ってるので、まあまあではないでしょうか。あ、これでわざと場所を押してたけど、味方さんが交戦してた。で、背後を取るというね。さすがにこれでリジャックはしてもね。オッケー、初のサーチ&デストレイ勝ちましたね。いや、まさか勝てるとは。いや、味方さんの活躍に乾杯ですわ。ナイスです。いいですね。このアクションも好きですよ、多く。いや、まさかね、サーチ&デストレイ初見、まあ、最初にね、初めてやって勝てるとは。しかも敵さんパーティーだったんで怖かったんですけど、勝てましたね。いやー、まあ楽しいです。まあたまーにサーチのね、動画も出すかもしれません。はい。ご視聴ありがとうございました。
今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。